いよいよ最後のジムリーダー、タカシとのバトルです。タカシは地面ポケモンの使い手、頑張って勝利を収めたい。さあ、手始めに急所にヒット。あーっと、大爆発だ。鋭い当たり、あーっと、ダウン。両者共倒れだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここで壁一つの登場だ。ここで二度キングの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで神なんだ。おっと、攻撃が外れた。おっと、背後のポップ。おーっと、このポケモンではまずかったか。両者とも大健闘です。あーっと、スノドリルだ。一撃きった。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。さあ、出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでドクスラメの登場だ。現在のところ残るポケモンは1対2、緊迫した戦闘が続いています。いやいき、いい感じの当たり。ここでダウンです。両者とも残るポケモンは1匹ずつ。ここでサイドンの登場だ。現在のところ残るポケモンは1対1、バトルは大詰めを迎えています。これはどうだ。決め十分。あっと、あっけなく倒れてしまった。ここでステージクリアー。